や、本当はね、昨日あのスタジオに来たいんですけど。あれ、篠田さん、下のお名前、純子さんでいいんですか？はい、純子です。信者と純子です。はい。田島弁護士も田島。下のお名前は、ひろゆきでーす。よかった、はい。はい。最初イントロです。はい、皆様こんばんは。肉弁護士のプロフェッショナルガイド、今日はですね、私はなんと那覇におります。本当はスタジオの方に行きたかったんですけれども、ちょっと仕事の関係でスタジオの方には伺えていないんですが、実は沖縄におります。そして生放送はとても久しぶりなんですけれども、今日のゲストはですね、実は、石垣島からご参加いただいているということで、なんか本当に、私が那覇、そして、宜野湾、そして石垣島をつないでいるということで、とても不思議な、感じがしております。肉弁護士のプロフェッショナルガイドはですね、専門家の方をお招きして、リスナーの皆様に少しでも気づきのある時間をお届けするという番組でございます。今日のゲストはですね、石垣島から、英語コーチの新里純子さんです。新里さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お声かけいただいて、はい、初めてで緊張しておりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、沖縄は、昨日から来ているんですけれども、思った以上に暑いです。そうですね。暖かいというよりも暑いですよね。もう日中25度超えてたり、田島弁護士は那覇ということですが、石垣は2度ぐらいまた暖かいところなので、本当に夏日っていう感じもします。そうですよね。私、午前中、今日ちょっと仕事で、ジャケットを着ないといけないので、ジャケットを持ってったんですけども、もう全然暑いです。本当ですね。ということで、沖縄の私たちは、かりゆしウェアというのを、常時、利用しながら、仕事であったり、プライベートであったりを過ごしております。はい、ありがとうございます。新里さん、最初にですね、簡単に、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、承知しました。私、新里純子と申します。2013年から石垣島に住んでおります。もともと石垣島生まれ、石垣島育ちなんですが、石垣島には大学がありませんので、大学から東京ということで、その後、オーストラリアに留学から、仕事ということで、その後、日本に戻ってきて、ここはやっぱりふるさと沖縄に戻りたいということで、2013年から沖縄におります。で、そうですね。最初、新石垣空港というのがちょうど2013年の3月7日開港で、それに、関わるということで、私たちは最初、那覇でいたんですが、会社ごと石垣島に参りました。で、2013年の3月7日、無事に開港いたしまして、ちょうど今年で10年くらいでしょうかね。ただ私の方は、2013年のにはもう独立をして、今は離れておりますけれども、やっぱりこう、石垣島にいるということもあって、空港はよく使わせていただいております。で、その後ですね、独立をして、会社を2つ立ち上げたんですけれども、コロナ禍というところで、介護施設の方は今は閉めさせていただいております。そして、去年の6月からでしょうか、英語コーチというのをオンラインで始めております。また、少し先になるんですが、
この夏からは英検コーチも始めたいなと思って今特訓中で頑張っております。はい、簡単ですがそんな感じですね。ありがとうございます。私自身がもともと特にその沖縄に何かゆかりがあったわけではないんですけれども、まあご縁をいただいてこの FM イノワンでラジオをさせていただくようになってですね、なかなかその沖縄そして石垣島も含めてですけれどものゲストの方をお呼びするというのは珍しいことですので、何か本当にありがたいなという気持ちがあります。本当にありがとうございます。いやいや、こちらありがとうございます。こちらこそ光栄です。はい、篠田さん現在はまあ会社も経営しながら英語コーチという形で活動されていらっしゃるということですけれども、そもそものその経緯をもう少し詳しくお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、会社経営だった流れですか。そうですね。そして今英語コーチという本当にこの前ねズームでミーティングさせていただいて、はい、めちゃめちゃ紆余曲折といいますか本当にというそこら辺をですねギュギュッとお願いできればなと思います。はい、そうですね。実際には2013年4月から独立しているんですが、父がですねその前にがんで、膵臓がんだったのであっという間に行ってしまったんですね。ただその家族全員でそれにこう関わって最後見送るまで本当に4ヶ月ぐらいだったんですが、もうそういうことはなかったので、どういうふうにこれから私は母を、まあ付き合っていったらいいんだろう、また父の死をどう乗り越えていったらいいんだろうっていう時に、ちょうど石垣市がですね介護施設の募集があったんですね。で放送からオープンまでちょうど1年だったんですが、当時メンターというか介護関係のメンターがいましたので、その方と相談しながら本当に急遽というかもう毎日毎日寝る時間がないほどスタートまでは、一生懸命申請を出したり場所の選定をしたりというところで、ちょうど、2017年の4月1日石垣島にお詳しい方はご存知かと思うんですが、北部の方にですね伊能田という地域に開設させていただきました。ただ、まあ本当に過疎地の中の過疎地なのでリサーチはしたんですが、なかなか集客が厳しかったというのもありますし、また合わせてコロナというのもありましたので、当時再計画というのも提出させていただいたんですが、残念ながらここは撤退しよう、閉めようということで、いろんな方とご相談させていただいて、閉めさせていただきました。で、同時に立ち上げた不動産管理の方ですね。それは、ありがたいことに、コロナ禍であっても、ファミリー向けだったので、とても好調で、なんていうのかな、こう、コントラストというか、一つは残念でしたけれども、もう一つの不動産の方は、とても好調で、未だに、順調に進んでおります。で、その後ですね、ちょっと話は飛ぶんですけれども、2019年にちょうど介護施設を閉めるという段階において、台湾、研修というのがあったんですね。女性の翼っていう団体にも入っておりまして、でそこで台湾に勉強に行かせていただいて、SDGs が目的ではなかったんですが、台湾の SDGs 熱というのがものすごかったんですね。で、これは何だろうということで、帰国してすぐに、SDGs に関わってファシリテーターであったりとか、いろいろな方と関わりながら勉強させていただいて、でその後は、ファシリテーターをやったり、あと学校とか企業とかね、いろんなボードゲームをきっかけにして SDGs 視点っていうのを皆さんと一緒に考えて、それは現在もやっております。で実はですね、今月23日に黒島の、小中学校あるんですけれども、そのボードゲームをしに伺いたいということで、今計画中ですね、連絡を取り合っております。で、また SDGs に関しては、金秀と、金秀総研というところと少し関わらせていただいて、それも、今月末ですね、高校でまたボードゲームをさせていただくチャンスをいただいておりますので、金秀総研の方とご一緒に、また那覇まで伺って挑戦します。
というところで、ある方の、今度また英語コーチの話に戻るんですけれども、そんなこんなで、ある方のご縁があって、純子さん英語コーチやってみませんかっていうお話をいただいて、全くそういう気持ちはなかったんですが、講座がありますから、そこで特訓を受けてくださいということで、特訓を受けさせていただいて、去年の6月、英語コーチとしてオンラインでデビューさせていただいています。ということで、超特訓で話しましたけれども、そんな感じですね。で、あとですね、沖縄も、沖縄県全体ですけれども、石垣からも、台湾への、大学進学というのをね、推薦しておりますので、そこでやっぱり皆さん英語、もちろん中国語というところで、乗り越える壁はいっぱいあるんですけれども、そんなところで皆さんの支援、一緒に頑張っていけたらなっていう思いもありながら、オンラインでさせていただいております。はい、ありがとうございます。本当にお伺いする限り、めちゃめちゃパワフルだなっていうのをとても感じるんですけれども、その、はい、ね、独立されて会社をね、事業を2つとか立ち上げられてると思うんですが、それに至るこう経緯といいますか、どういったところがその新里さんの源になってらっしゃるんでしょうか。そうですね、やっぱり家族っていうところじゃないでしょうかね。やっぱり私は5人兄弟で、残念ながら2人兄弟をもう先に亡くしているんですが、やっぱりその、兄弟としても大変悔しい思いをしたんですが、両親のやっぱり悔しい思い、残念な思いっていうのはそばにいながら感じてましたので、そういうところを、残った、3人の子供たちが頑張ることで、両親も励ましたいということと、やっぱり沖縄といううちはいろんな形でね、戦後いろんなことがあり、未だに基地があったりとか、それは日本を離れたところでより多く感じることが多かったので、帰国してからは、やはりこう、何か私にできることはないかな、まあ家族にとってもですけれども、沖縄全体にとっても何かできることはないだろうかっていうところで、挑戦させてもらっているので、そのあたりがやっぱりエネルギーというか、きっかけになってるんじゃないでしょうかね。日々生活を感じてますのでね。それがやっぱり、イメージになってるんじゃないかと思います。なるほど。東京の大学の後に、海外に出られて、で、複数の中でのその、英語コーチというお仕事をされてますけれども、やはりその海外に出られたというご経験が大きい意味を占めている感じでしょうか。そうですね。多分私に勧めてくれた、友人も、それを知ってるからこそ、新里さん、純子さんならできるよって、いろんな経験をしてきたし、やっぱり私38歳で留学をしたので、やっぱり学生の延長で行ったわけではないので、そういうところも知っていたので、あなたならできるわよって、励ましをしてくれたというところでしょうかね。38歳でその海外に出られたのは、その新里さんの中でそのどういったことが、そのきっかけになられたんですか？すぐ下の妹がですね、結婚後、半年ぐらいだったんですが、がんということで、もう全員がショックで、で、ちょうどその頃私は東京にいたんですが、なんとかこう、妹を励ましたい、治せるものなら治したいということで、東京を実は引き払って、それがきっかけで沖縄にちょっと戻ったんですね。で、その後またオーストラリアっていうところに留学で行くんですけれども、残念なことに亡くなってしまったんですが、その看病をずっとしてまして、そのこう妹の悔しい思いだったりとかね、新婚後の妹の主人の思いとかね、そういうものを見ていると、なかなかこう気持ちが揺さぶられるわけですよね。で、その後亡くなる前にやり残したことがないように。お姉ちゃんも頑張ってっていうね、そういうこう言葉があったので、お葬式も終わって、全部終わった後に、その言葉だけがずっとこう頭に残っていたので、何ができるんだろうということで、大学時代から留学したいっていうのは両親に言っていたので、じゃあ私はそれを今後はやってみようと。何があるか分かんないですよ、将来ってね。その後何があるか分かりませんけど、じゃあそれをやってみようということで、
また28歳で、留学という道を選びましたね。で、まあ、そういう姿を見てたので、両親も反対することなく、見送ってくれたということで、またね、オーストラリアにでもいろんなことがあったんですけれども、それはもう今となって本当に楽しいし、それがあるからこそ今、英語コーチをやっていれるっていうね、感謝の気持ちでいっぱいなんです。なるほど、なるほど。そうか。で、その、オーストラリアから、で、今ね、石垣島にいらっしゃるわけですけれども、そこにこう、はい、戻ろうっていうふうに思ったのは、そのどういったところからだったんですか？そうですね。1年でって最初思ってたんですが、それがもう8年ぐらい経って、いや、もう、50手前ですから。どうしよう、ここは真剣に、この先を考えなければいけないということで、永住権を残る道と、まあ、当時ね、なんか、公の場で言うのも、あれ、恥ずかしいんですが、お付き合いしてた方と結婚して、ヨーロッパに渡るか、帰国かっていうね、選択があったんですけれども、はい、その方ともよく話をして、両親とも話をして、自分で決めなければいけないんですが、ここはやっぱり帰国しようということでね、本当に、決断して戻ってまいりました。当時仕事ないよ。もうビルの掃除ぐらいしかないよって父もずっと言われてたんですが、なんだろうね。不思議と、いや、絶対あるから。毎日毎日探して、毎日毎日いろんな人と話をして、自分はこうしたいんだっていうのをこう伝えていく中で、必ず見つけるから、ということで、帰国をしまして、無事に、当時、ちょうど立ち上がろうとしていた、新石垣空港の募集がね、本当に小さな記事が載ってたんですが。小さな記事だったんですね。小さな記事。3行か4行ぐらいですね。で、それを見て、じゃあ行ってみようということで行きました。はい。本当にチャンスはどこにあるかわからないし、自分の人生を変える。本当にきっかけがどこにあるかわからないっていうのをもう何回も何回も体験をして今に至っているという。その、本当にいろんな選択肢がある中で戻ろうっていうふうに決められたのは、その、しんさんの中でやっぱりどこの部分がこう一番決められたポイントになるんですか？そうですね。やっぱり両親と私の関係でしょうかね。両親から見れば子供二人、まあ、自分たちを先に亡くしたわけですし、はい、で、私は5人兄弟に一番上なので、そういう姿、また亡くなった妹、弟のことはよく知ってますから、お腹の中にいるときから。まあ、そういう思いがやっぱり心に残っていたということで、で、あとは留学で全く誰もしないところに行ったわけですから、その中でオーストラリアの皆さん、まあ、日本のね、そこに永住している日本の皆さんの、やっぱり助けがあって、ここでもいろんな壁を乗り越えてきたわけですから、やっぱりこれは、私もこう、貢献しよう、お返しをしようというような気持ちが強かったので、最後、帰国を選んだっていうところですね。なるほど。はい、で、戻られて、新石垣空港の、はい、スタッフになられて、はい、で、そこから、はい、会社立ち上げられて、で、今は英語コーチということですけれども、はい。その、今もあれですよね、その不動産もやられながら、英語コーチとしても活動されながらっていう。そうですね、はい。不動産、まあ、自分の持ちアパートであったりとか、一棟貸しであったりとか、そういうものを管理しながら、売買はしていないんですけれども、管理をしながら、次の新しい仕事、次の新しい、こう、未来って言えばかっこいいのかもしれないんですけど、そういうところを開拓していきたいっていう思いで今、挑んでおります。新座さんが今一番こう、モチベーションが上がるというか、その心が一番高まるのはどういったこう、活動になられるんですか？みんなそれぞれ、思いはあるんですけれども、やっぱり去年の6月スタートで、まだまだプレスタートの間ではあるんですが、1年間はそうね、プレスタートでやろうと思っているので、やっぱり英語コーチですね。はい。
介護施設をしていた時に、まあ、70代、80代、90代のおばあちゃんたちが入ってくる、おじいちゃん入ってくるんですが、いろんな話をこう聞くと、うん、勉強したいって皆さん、したかったって過去形ですね、言うんですね。英語も勉強したかった、でも戦争で何もできなかったということで、その、ガンジューサーという名前でね、3年間営業させていただいたんですが、そこでは月に1回、英語で話そうとかね、ちょうどお迎えに、伊能田幼稚園がありましたので、皆さんをお呼びして、月に1回、英語で歌を歌ったりとかね、そんなような、こう、レクレーションというか、イベントをしてましたね。そうなんですね。それが多分、こう、英語コーチを真剣に考えるのは、今考えるきっかけのようなものだったんじゃないですか。70代、80代の方は、その、なんて言うんでしょう、勉強したかったっていうのが、こう、おっしゃる方が多いんですね。そうですね。今もなかなか沖縄は厳しい地域だというふうに言われているんですが、やっぱり戦後は勉強どころではなかったと、生きるのに精一杯だったと、まあ、日本中が世界中がそうだったかもしれないんですが、そういう思いをこうね、話してくれるので、じゃあ、今回でも遅くないよね、やってみるみたいな、そんなことでいろんなイベントを、させていただいていました。そうですか。英語コーチっていうのはなかなかこう、聞き馴染みがない言葉かなと思うんですけれども、はい、具体的にはこう、どういった、活動をされているんですか？はい。個人でやってますので、個人で受ける仕事の方が多いんですけれども、最初に事前セッションということで、どうして英語が勉強したいのとかね、その人のこう深掘りをしていきます。で、英語が話せるようになったら、まあ、TOEIC とかいろんな点を高く取れたら、どういう世界が待ってるかなとかね。もしそれができないときは、どういうふうに感じますかとかいうのに、お聞きしながら深掘りをして、で、その人の本当の目標とか目的とかゴールを、二人で、まあ、ワンツーマンですからね、お話を伺って、で、そこからスタートするので、最初からもうゴールとかそういうのは明確にあるわけですから、まずはそこに行くという。そういう流れで英語コーチはスタートしております。で、3ヶ月あるいは100日間というね、スパンを、設けて、作らせていただいて、その中でセッションをしながら、また毎日、オンラインでですけれど、メールでですけれども、会話をしながら、今日はどこまで進んだ、こういうところがわからないから教えてとかね、そういうことをしながら、自分の、目標に向かって皆さん、真剣に、やっていらっしゃいますね。で、TOEIC の大学生もいらっしゃいますし、もう終わったんですけれども、50代の、お商売をしている、ま、何十年も続いた、なんていうか、和菓子のお店、和菓子を経営していらっしゃる方であったりとか、あとは今、ホテルの広報をしながら、外資系のホテルにいるので、TOEIC を800点以上取りたいとか、そういう方と、一生懸命今、そういう方をですかね、サポートしながら今させていただいております。なるほど。その英語がもっと喋れたらとか、例えばTOEICの何点取れたらこういう風になるんじゃないかみたいな、その希望を持たれている方がとても多いということなんですよね。そうですね。やっぱり英語に興味があるというのはその先に目的とか未来が、そうですよね、その方にはあるわけですから、そこをぼんやりとではなくて、始める前に、事前体験セッションというところで、しっかりこう、描いていただいて、で、そこからスタートですね。はい。ですから、未来を決めて、じゃあ今何するっていうね、そういう、まあ、SDGs 的に考えると、まあ、SDGs ってそうですよね。未来はこうしよう。で、じゃあ今はどうする。そのきっかけがボードゲームになってくると思うんですが、少しこう、いろいろ、私の中では、重なる部分があるので、そういうお話も交えながら、セッションをさせていただいております。私も含めてなんですけれども、なんて言うんでしょう、こう、英語に対する圧倒的な、こう、自信のなさというんでしょうか、なんか、馬鹿にされたら嫌だなとか、そこがもう全然前に行けないっていうのが、ありまして、そういうのを持たれている日本の方って多いのかなと思うんですけど、清水さん的にもどうですか？はい。
とても多いですね。で、留学をしていろんな国の方と、まあ、多国籍で、ぶつからせてというか対話をさせていただいたんですが、やっぱり日本のそういう特徴があるんですね。でも、留学生たちが海外に行って、それをこう、パーンって弾いちゃうわけですよ。世界ってこんなに近いんだっていう ね、 そうですよね。彼らからよくそういう言葉を聞きました。で、今言ったようにこう間違ったら恥ずかしいとか失敗したらどうっていうのがあるんですが、それはまあ日本のベース教育の中にそういうものがあるっていうのは事実なんですが、でも世界に行くとですね、そういうのを全然関係ないわけですよ。決して誤解なく聞いていただきたいんですが、イタリアの方なんて文法とかこう全然わからなくてもとにかく話すんですよね。はい。とにかく話します。そうすると、3ヶ月だと、全然向こうが上手なんですよ。実践で学ぶわけですよね。で、仕事を彼らは先に取っていきます。やっぱり働くために来たっていうね、もうやっぱり目的があるので。で、日本の方は勉強しに来たので、まあ、お金はある方が いっぱいいらっしゃるし、まあ、ご両親が出してくださると思うんですが、そういうところで、まあ、遊んで、入る方っていうのがいるんですが、そういうのを見ると残念だなっていうふうに思いますね。もっと深い体験をしていただきたいなと思います。英語をもっとこう活かしたいとか活用したいっていう方にが新藤さんにそのアプローチをするコンタクトを取るためにはどうしたらよろしいですか？フェイクスブックで新里純子というふうに検索していただいて、ぜひメッセンジャーで訪ねていただけたら大歓迎です。はい、ありがとうございます。新さん、本日は急遽ですね、出演いただきましてありがとうございました。こちらこそ光栄でした、はい、ありがとうございます。失礼いたします。